ワークマンのチタンペグを購入できた方、おめでとうございます。今回は購入できた強運の持ち主の方のために、さらなるペグの強度検証や、せっかくだったらこんなことに応用しても楽しいよっていう木材を使った DIY もご提案してみます。では早速どうぞ。視聴者さんからもよく教えていただくんですが、ペグって硬いものに貫通できる力よりも、引っ張られても抜けない力の方が大事だっていう、ごもっともですよね。キャンプ経験多い方だと、強風や雨でペグが抜けて悲惨なことになった方もいらっしゃるんじゃないかと。ただペグが抜ける時の状況を素人ながら考えてみたんですけど、地面にペグを刺します。ロープをかけます。ロープとペグの作る角が90度になるようにしますよね。ロープが引っ張られると地面にこのような力がかかる。それに対して地面の抗力とでも言いますか、ペグを反対側に押し戻す力が働くので、ペグは抜けずに地面に固定されている。ただ強い力でロープを引っ張り続けると、次第にペグの角度が変わってきて、やがてこうなっちゃうんじゃないかと思うんです。ここまで極端ではないとしてもですね。その時ロープから引っ張られると、地面の抗力ではなくペグと地面の摩擦力で耐えてると思うんですけど、細く丸いチタンペグだと摩擦力なんて微々たるものだと思うんです。そうすると簡単に抜けてしまうということではないかと。もちろんペグが極太で地面と接する表面積が広かったり、また表面に特殊な加工がされてて強い摩擦力を確保してれば別だと思うんですけど、世間一般のチタンペグに限ってはそういう加工はまず期待できないと思いますので、このように考えるとペグが抜けるきっかけになるのは地面に刺さった角度が変わってしまうことではないかと。もちろんそれ以外にもあると思いますけど、素人ですから多めに見てください。何か間違ってたこと多分言ってるような気がしてきましたけど、コメントで教えていただけると幸いです。話を戻しますが、ペグの角度が変わらないようにするためには、硬い地面だったらいいのではないか。例えば砂地のような柔らかい、あるいは雨でぬかるんだ土壌のような緩い場所だと簡単に角度が変わってしまうので、その反対に硬い地面だったら角度が変わりにくい、まあペグの効力が保たれるんではないかなと思うんです。そうだとすれば、硬い地面に刺せるペグというのはやっぱり有利。そこでどのぐらい硬いものに突き刺せるのか、ここに興味が湧いてきたわけです。スームルームのチタンペグはですね、このような工具があります。これ見るからにレンガですよね、おそらく。レンガに刺してるのかな。まあ刺さってるわけではないにしても、刺そうと思えば刺せるよっていうことをアピールしてる広告なのかなと。ならば、我々ワークマンのチタン合金ペグ、こちらでも挑戦してみたくなったわけですね。確かにキャンプ場でもペグ打ちしてると途中で石に当たってペグが刺さらなくなることってよくあります。その時石を砕いて入っていけるかどうか、その石はどのぐらいのものまでいけるのか、これを試してみます。うちの庭にゴロゴロしてるいろんな石を拾ってきました。はい。何やってるんでしょうね。まあ、エンターテインメントとして楽しんでいただければ幸いです。最初は厚み1センチぐらいのセメントが割れたようなもの。まあこれはいけそうですよね。はい、いけました。皆さんの想像通りではないかと。ごく軽い力で割れたので問題なかったですし、ペグの先端が潰れてないか見た限り大きな変化はありませんでした。そうそう、この実験は結構危険なので皆さん真似しないでくださいね。まあ多分する人いないと思うんですけど、この手の作業って下手するとですね、予想できないような大事故につながるんです。本当です。同じようなことをしてみたい方は必ず専門家の指導のもとでお願いします。って言っても私は専門家じゃないんですけどね。まあ経験が多いのでいろんな防御策を講じてやっております。なんとすごい破壊力。粉々に粉砕されました。先ほどと違い厚みも1センチ以上あったんですけど、難なくいけました。そして先端の様子をチェックしてみます。あ、少しですけど、潰れてる感じがします。もともともう少し尖ってたんですけど、どうでしょう、1ミリぐらい潰れたんではないかと。では続いてさらに手強そうなやつに挑戦します。やっぱり手強いですね。これはなかなかちょっと諦めた方が良さそうな気がします。こういうのがだから地面の中にあった場合、まあ、河原のキャンプ、中流とかね、下流だったらまあよくあるんじゃないですかね。こういう丸まった石が土の中、地面に埋まってて、ペグってるとこれに当たっちゃった場合。これは厳しいですね。今、火花が飛びました。お分かりになったでしょうか。今、火花飛んだ。まあ、チタンの金属と石とで火花が飛んだんですね。
ちょっとこれはね諦めようと思います。ペグの先端もですねさらに潰れた感じがしますので、ちょっとこれは難しいかな。もっとも潰れた先端は後でヤスリとかグラインダーで削ってやればいいので、特に大きな問題だとは思ってないんですけど、ペグが折れるよりは先端が潰れる方がまだダメージは少ないと言ってもいいかもしれません。ではいよいよスームルームの広告と同じようにレンガで挑戦してみたいと思います。レンガですので粘土を固めて焼いてるんですよね。おそらく硬い石に比べると柔らかいと思うんですけど、どうなんでしょう。やってみます。成功です。もう一度。そんな硬くないよね、やっぱね。先端の潰れ方も先ほどと様子は変わってませんので、まあ、レンガだったら仮にペグを打とうとしたところにレンガが埋まっていても、それは割るぐらいの貫通力はあるということは言ってもいいのかもしれません。先端の潰れ方がですねどのぐらいだったかよく分かんなくなってきたので、新しいペグと比較してみます。これが新しい買った状態の先端ですね、まあ、やはり先はね細く尖ってます。それに対して今回の実験で潰れたやつはこんな感じ。右側ですね、潰れてますね、明らかにね。はい、レンガでは潰れなかったと思うんですけど、まん丸い石ですよね、あれが硬かったですね。火花の飛んだやつ、はい、あれでねだいぶダメージを食らったような気がします。曲がってるっていうこともないですし、先端が潰れただけだったので、まあ、先端はねさっきも言いましたけどヤスリで削ってやれば復活すると思うので、まあ大きな問題はなかったかなと思います。はい、遊んでます。危険なので真似しないでください。はい、では今度はですね木ですね。木材ならどうなのかやってみます。はい、この木材ね落ちてたような、ちょっと朽ちてる感じなのでね柔らかいですね、まあ、柔らかいと言ってもね手でね折れるようなものではないんですけど、このペグならね全く問題ないですね。はい、ちょっともう一箇所刺してみます。はい、こんな感じですね。そうなんですよね、だからまあ砂地なんかでね、あるいは緩い地面にねペグを固定したいとき、まあ、雪なんかでもそうですよね、木に刺してから木ごと埋めればしっかり固定できると思います。まあ木をペグにしてもいいんですけどね、木だとちょうどいい長さや太さのものがなかったりロープが結びにくかったりするので、こういう方法も一つかと。で今度はもし周辺に手頃な木がなければ持っていった薪でやってみるのはどうでしょうか。これは硬い広葉樹ですが刺さるかどうかやってみましょう。ちょっと怖いので恐る恐るやってますが、なんか比較的いけそうな気がします。今使ってるのはですねペグハンマーではなく大きな弦のうを使ってます。普段よりも強い力で差し込んだ方がいいかなと思って、これだったらかなりいけると思います。調子に乗ってやってたら抜けなくなってしまいました。まあそのぐらいしっかり刺さるっていうことですね。これは大丈夫やね。手ではね抜けなくなってきました。大変です。どうしましょう。まあアホなことやってるなというエンターテインメントとして見ていただければ十分です。まあしっかり食い込んでますのでね、とんかつのように使ってもね使えるぐらい硬いですね。全く抜けない。抜けないぞこれ本当に。で押してもねそのペグがしなるんですけど抜ける感じが全くないんです。もう最後の手段と思ってプライヤーでですねフック部分を掴んでグリグリ回そうとしてます。前回の実験でフック部分の溶接が強いということは実感してよく分かってますので、遠慮なくグリグリやってるんですけど全く抜けません。まあかなり奥まで食い込んじゃいましたね。広葉樹硬いんですよねやっぱり。仕方ありません、ノコで切って
ペグを救出しようと思います。もうほとんどギャグみたいになってます。もうすぐ薪が折れそうですと思ったらカメラが止まってました。すいません、折れました、断面がですねこんな風になってましたね。なんかすごいことになってます。しっかり奥まで食い込んでて貫通はしてないんですけど、まあ3分の2近く入ってるんじゃないですかね。あの先端がちょっとねどこまで入ってるのか見えないんですけど、こんな感じで硬いところにね食い込んでるので、でねこの状態でもねいくら引っ張っても取れないんですよ。やっぱり広葉樹って硬いんですよね。もうますますねハンマーみたいになってきましたね何をやってるのかっていうね、外したいんですけど外せないので別の使い道を考えてます。これワークマンの単造ペグの方ですね。スチール25センチです。これぐらいなら打ち込めるんじゃないかなと思って、まあ、冗談半分やってみます。刺さりましたなんということでしょう。ちなみにこの単造ペグも手では抜けないぐらいしっかりと固まってました。後で引き抜こうとしても手では無理でした。まあこれねもうなんかのオブジェにしようかなとも諦めかけてますまあ最悪ね燃えてる火の中に入れてやれば、燃えて外れるのでそれはいいんですけど、なんか面白いので加工してみましょう。手持ちのドリルが7ミリしかなかったので同じ直径なんですけど、これで穴を開けてみます。完成です。ではペグを収納してみます。なかなかいい感じです。新しく買ったキャンプギアってしばらく眺めたいですよね。これしばらく私もデスク横に置いてオブジェとして飾っておこうと思います。ニヤニヤ。ここでまた別の遊びを思いつきました。もう一個作ってみましょう。薪に穴を開けていきます。今度は直径1センチのドリルを使いました。2本の薪に開けた穴にワークマンのペグを刺せば、こういうものができます。これを2組作って何かで渡してやれば薪で薪ストッカーができるかなと思ったんですけど、ちょっと何か今一つなのでやめます。さらにやってるのは追加で2本同じ位置に穴を開けて1本のペグで突き刺してみれば、はい、何ができるでしょう。勘のいい視聴者の方はもうお分かりですよね。そうです、小型のウィンドスクリーン、風防ですね。ということでこんな動画も最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。楽しんでいただけたでしょうか。今回はチタンペグを購入された方にせっかくだったらいろいろ遊ぼうよっていう、そんな動画をねお届けしてみたいなと思ってご紹介してみました。この動画いいなと思った方いらっしゃったら結構です。高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。最後になりましたが、私ワークマンさんとは何の縁もありません。ワークマンの方、もしこの動画を見て不愉快な思いをしたらごめんなさい。ただ面白いと思った場合はご連絡をください。よろしくお願いします。